ちゃめちゃうまい。おいしい。僕なんかね、昔ね、各都道府県のおいしいもんグランプリみたいな番組で、滋賀県代表で大見牛紹介して1位取ったことあるんですよ。おお、すごい。なるほど。もっともっとね。このまま行ってもいいんですけど、いやでもね、ギャンギャン言う県の人ってなんか嫌なんですよ。まあ、合コンでアピールしてくる女子みたいな。あんな嫌なんて、やっぱりこのおしとやかな滋賀県民の特性いいなと思ってます。で近寄ってみたら大見牛めっちゃうまいやん。ね。はい、ありがとうございます。どうしたかった？ちょっと